セザンヌ活動休止することになりました。先日リリースしましたワイルドサイド歩け、ワイルドサイドを滑り落ちたメンバーがあります。こちらすいません、右肩脱臼しました。地元ワイルドに行き過ぎて自慢の8ビートが叩きなくなりました。当分ちょっとお休みをさせていただく運びとなりました。すいません。一応具体的にはだいたい約どれぐらい、約今から約1ヶ月はちょっと8ビートが叩きません。あの歴史の中で初めてかもしれない。あの活動休止初めて、活動休止初めてのリリース直後に貴重な現場に脱臼脱臼しました。このタイミングでいい大人が、いい大人がもうおじさんですけど、やんちゃな、やんちゃな理由でちょっとワイルダーを引き違えてしまいました。そっちじゃないよって言われました。まあということで、あれなんですけど、あ、そうだ、あのライブのオファーがあって、福岡で、いつ、ちょっと遠いんですけど、あ、何月で治ってるかな、福岡で何月ですか、日にちが遠い、日にちがあれば全然日にちが遠い。助かります。8月の27かな、土曜日、あ、もう骨も治ってると思う。さすがに8月は再開してると思う。8月はしてるから、はい、土曜日だけちょっと見てくれ、26やったから27土曜日です。27土曜日、グラフで、新しいグラフ、うん、新しいグラフで、メンツは分かんないです、僕らを基準に決めるとイベンターの人。本当ですか、まあ、それはありがとうございます。大丈夫ですか、はい、メンバー大丈夫ですか。大丈夫です、もう確実に言えました。じゃあ決定で前みたいなことはしません。じゃあということで、前みたいな活動は休止するけど、はい、ライブは決定しました。イエイ。ちょっとシンバルの位置をちょっと低くしよう。肩上がらんくなるかもしれない。まあということで、じゃあ活動休止と、活動休止と、じゃあ1ヶ月活動休止なんで、その間に各々スキルアップで、はい、スキルを磨きましょう。スキルを磨いてお願いします。という2022年スタート。今年も切なしによろしくお願いします。